初回はイーグルス0点。先制攻撃できるかどうか。セカンドショートバウンド、そして463とは当たりません。強烈な打球でした。藤田大丈夫か、どこに当たりましたか。どちらに当たったんじゃないですかね。強烈な打球です。ああいうライナーっていうのはね、もうラインドライブかかってますからね。そうですよね。思ったより跳ねるんですよね。跳ねるんですか、まあ、あれは。それをね、やっぱり体でああいう風にね、やっぱり正面で止めるっていうのはね、さすがやっぱり藤野選手ですね。今手で触ってるあたりですね。そうですね。溝押しか、あるいはお腹の部分。